はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、ビートレンショー T 大井川鉄道機関車トーマス号です。はい、大井川鉄道の機関車トーマス号がビートレンショー T で出ましたね、まあ、ちょっと前に出たんですけども、これをですね、ようやく組み立てて作っていきたいと思いますね、はい。大井川鉄道の機関車トーマス号は去年乗りましたね、良かったよね、あれね、良かったよね、すごいリアルだった、あとヒロもいたけど動かなかったね。あ、そうそう、ヒロとかね、パシーとか動かなかったけど、今年はジェームスが動いてるんだよね、だから今年はちょっと行けないかなって感じかね、行きたいんだけどね、本当はね、はい。ここにもですね、記載があるんですけれども、このビートレンショーティはですね、なんと動力ユニット等を対応しておりませんね。完全にディスプレイ用みたいですね。これはちょっと残念だね。そうだよね。トーマスがさ、Nゲージの線路の上のさ、走れるとこ見れるかなと思ったんだけど、ちょっとこれはディスプレイ用ということで残念でした。残念だったね。こちらの車両はですね、 C11 型227号機だね、以前ですね、トミカでこれ買ったけど、これだね、はい。では早速開けて作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがビートレンショー T の大井川鉄道機関車トーマス号ですね、素晴らしいね、素晴らしい、素晴らしいね。これほんとよくできてるよ、びっくりしちゃった。でしかも組み立てすごい楽ちんだったね、もともと穴があるベースにこうパーツをはめていくだけだったね。平心くんもいっぱい手伝ってくれましたね、今回はね、はい。そしてこちらがビートレでしょ、でトミカのこの大井川鉄道トーマス、これと比較してみましょうか、こんな感じ、全然もう色分けが違うよね、やっぱこっちの方がリアル、こっちはさ、全然色分けされてないから。そうだね、もう全体的にのっぺりしちゃってね、色がね、長い、大きさはね、ほぼほぼ一緒かなって、感じかな、あとこれと比較してみよう。これは C11 のトミカだね、まあほぼほぼやっぱサイズ的には同じかな、ただもうビートレの方が明らかにいいね、すごいクオリティが高い。そうだよね、顔こんな感じですね、そっくりだよね、顔もね、すごくよくできてます、そうだね、素晴らしい。で、上部はこんな感じで、ちゃんとね、このゴールドの塗装がされてますね。そうだね、1番ってのもあるしね、いやーよくできてる。客車はね、まあよくビートルである客車かな、ただトーマスっぽいね、オレンジのカラー、アニーと比べるね、いやこれに顔を描けばアニーと比べるそうだね、実際の大井川鉄道の機関車トーマス号にもないからね、顔ね、だからまあいいんだよ、これはこれで、それにしても素晴らしいね、ディスプレイ用だけど、まあいいでしょうね、これ全然 OK だよ、すごくよくできてる。そうだよね、びっくりびっくり、すごいかっこいい、こんな感じだね、顔ね。そうだね、はい、ということで今回はビートレンショー T の大井川鉄道機関車トーマス号でした。